ダンス動画撮ったぜ。この打撲してる靴が見どころです。せっかく東京に来たのでちょっと武道館を見に行こうかなと。今ここ赤坂なんですけど、ロードトゥー武道館なので徒歩で行ってみようかな。おめえ徒歩みんな今日なんて今日何分ぐらいですか。本当にやるって行くんですか。はい、行くぞ。レッツゴー。あれ先頭で早すぎてさ、確かにちょっとゆっくり行く。え、みんな武道館行ったことある？ある。あれ、マジか。カットモンチーさんの解散ライブに行きました。すごっ。前世でサルと戦いました。すごい。なかなかモンチー星ナスになりそう。そうだよね、そうだよね。ダンスで絶対ブサイクだったじゃん。なんでやねん。ちょっと東京やっぱりサングラスかけないと始まんないと思う。さすが仙台でもかけてます。イエーイ。靴間違え、緑がある。ねえ、あの東北の人って緑、東京緑ないイメージが多いと思うけど、こういう緑もたくさんあるって。東京の周りだからで。だってさ、東京って誰？天皇様が住んでるとこ。やばいって。そんな感動する。さあ、武道館に向かってるわけじゃん。うん、武道館でやりたいこと言おう。いいね。はい、はい、まずもうずっと言ってる、みんなも言ってる、あの、うん、東北さんの保護者、親戚を集めると48人ぐらいになるんですよ。48人になったんだよね。そう、全部だ。あ、東北新社。そう、ぴったり。そう、だから、あの東北さん48で保護者で踊ってほしい。あ、いいね。いいよ。なんか、ワゴン乗れる？トロッコ？あ、そう。あー、乗れない？できないことはないんじゃない？でもなんかアリーナのイメージだけどね。そっか、乗ってみたかった。いいね、わかるよ、気持ち。乗ってみたいよね。あとは、なんだろう、ローラースケートとか？あ、いいね。そうなの。も乗ったハイエースに乗って、着いてすぐにレッスン場で1時間半踊り通しました。そしたらやばい、時間ってなって急いで出て、荷物両手に抱えて持って出て、今歩いてます。企画は鬼じゃないけど、今日のスケジュールが鬼です。素敵な笑顔、ね、チャーミング。はるちゃんは今日髪を切って、はい、あ、そう、私は初めて見た、切りたてほやほやです。思ったより短くなっちゃった。まるちゃんヘア、まるちゃんヘア。あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。多分このまま違う世界に違う世界に行かないでね。いってらっしゃい。あ、戻ってきた。ひよってるよ。ひよってんなよ。ひよってるやつ。武道館で待ち合わせ。武道館で待ち合わせ。セマホール行け。今日は国会議事堂です。あと30分ぐらい。でかいよ。あと30分。あれ全部ワッフルでできてるって本当ですか。あ、私が初めて乗った時の再現。耳だな。耳です。さっきからちょこちょこボケてるんですけど、なんかちょっと滑るのが怖くて、
あのカメラに聞こえないぐらいの場所でやってた。マジでずっと一人でボケて終わってる人になってる。一回確認、ユナに確認しておいし、美味しいじゃねえか。面白そうだったらちょっと。ユナ全部笑うけどね。確かに。はい、水の中、水槽。早く食べ歩きできるような世界になってほしい、ね。なってほしいね。なったら何食べる？一番最初。イカ。イカ？なんか思ったより可愛くなくてびっくりした。ごめん、何か逆に。やっぱりアイドルだからさ、なんだろうな。みたらし団子とか。いや、全然可愛くねえわ。なんか、この間、東北さんの昔の写真を見たら、身長差とかが本当にすごくて。あ、みんな白しか踏んじゃいけないよ。元気だね。元気だね。元気だねとか言いながら。まだみんな小学生、中学生だったから、なんかすごい大人になったなって自分で本当にそう感じた。カヤとカレンがだってこんなんで。そう、ちっちゃかった。で、ルンちゃんたちがね、大きかったから。なんかね、すごいよね。あっという間だね。ね。武道館、もし行ったら今日この日を思い出すかな。ね。なんか。ここに残ってるからね。ロードトゥー東北さん。ロードトゥー東北さん。東北さん、東北行っちゃう。ロードトゥー武道館。ロードトゥー武道館。いえ。あ、うわ、ね、たくさん。見えそう。見えたくねえか。私、武道館のことを本当にガチめの方にで。ブドウ農園だと思ってたんですよ。やばいやん。結構さすがにやばいやん。だから武道館で、あの先輩グループが武道館でやるって言った時に、なんかこうブドウ畑を通ってみたいなイメージだった。どんなライブハウス？わかんない。でもブドウの方だと思わなくて。ああ、なるほどね。そうそうそう。ああ、小鳥。小鳥。え？どうしよう、たどり着けないかも。あ、でもあれ武道館、あれ武道館。あ、でもここ通り抜け禁止。え、あれ見えてる。え、通っちゃダメなの？塔が囲まってるよ。あ、マジで？あ、私の生誕祭のためね、通行止め。そうなんだ。ねえ、なんか言ってる。え、あれ行っていい？あ、分かった、そこだ、そこだ、そこそこそこ、はい、そこ一回歩いてみよう。すいません、ここまでです。入れませんね、どこも。大丈夫、多分あるってなるとまたすっごい歩くと思うのね。この丘の上にあるから入れないんじゃないかな。え、だって中入れないもん、これ全部ドッキリ。ここで入る度胸があるかみたいな。そういうこと。よし、え、それ最高じゃない。確かに今見ちゃったらちょっと楽しみがなくなっちゃうから。いい、ナイスじらし。確かにナイスじらしですね。ワクワク感がもっと増しました。だってさ、当日朝ここみんな東北さんのさ、ウキウキしながらさ、私たちのライブを。見て見て、ほら、みんなちゃんとセリボをかぶってきたね。セリボさん懐かしグッズ聞いてみる。確かに奥入れないですよ。行けますよね。行けます。聞いてみたら。本当？門まで歩きます。門まで行ってみましょうか。門まで、じゃあ行こう、レッツゴー。うん、すごい。え、え、すごい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 、もう走る気がする。それだ、なんか足が最強。武道館到着しました。頑張った。約1時間赤坂から歩いてきて、だいたい 4,5 キロですかね。どうですか皆さん。すごい。なんか実際に見ると余計にここでやりたいなっていう気持ちが本当に上がる。なんか強くなったっていうか、みんなで立ちたいよね。本当、素晴らしい、素晴らしい。なんか今オリンピックの関係で奥まで行くことができなくて、ゴールがここになってしまったんですけど、知らされる。そうそうそう、ね、そう、私の予想では中まで行ってステージに立って一回天一踊って帰る。さすがにそれは無理だ。でもなんかみんなで話したけど、なんかここの周りが皆さんで汗で帰る景色が撮るみたいなみたいな。そうだよ、そこに紛れてみたわ。いや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 。でもね、多分武道館前そんな余裕ない。確かに、確かに、確かに。多分ね、次来るときはもう
立つ時だろうから。うわー、明日来ちゃうよ。あれ明日来たね。明日来たね。ということで、これからもね、私たち日本武道館を目指して、ここを目指して頑張っていきたいと思います。皆さん、これからもよろしくお願いします。